はい、どうもこんにちは。今回また逆転裁判1,2,3なるほどセレクションから逆転裁判1をねやっていこうかなと思います。前回は何したっけなあれだよな、とりあえずなんかキユタくんが証言出てきて、そのキユタくんの証言が、まあ、結構曖昧だったから、その突っ込んで、まあ、結果的になんか真相に迫ってるってぐらいか。キユタくん、あの日君が見たのは殿様が負けるところだった。そうなんだろ。あ、かわいい。うわ、そうだよ、そうなんだよ。殿様が倒れちゃって動かなくなっちゃったんだ。あ、それがあれなんだな。だから今回の事件のさ、死体じゃないけど、静粛に。なるほど、一体これは何の騒ぎだ。殿様は殺人者 なのだぞ。あ、そっかそっか、そういえばそうだったな。しかし証言によれば殿様は倒れて動かなくなっている。ごめん、慣れてない。あんまり。今にどういうことなんですか。僕たちは大きな勘違いをしていたことになります。勘違いだと？それは一体どういうことか。被害者は胃袋だった。被害者は胃袋、違う、被害者はトン様だった。被害者はいない何言ってんの。被害者はいないって何。被害者は胃袋だったら別にいつもと変わんないよな。で、被害者はいない。でも話的にでもさ、これじゃないの。あれ音楽変わんないぞ。いないパターンかな。分かってみれば簡単なことです。戦った結果トン様が倒れて動かなくなった。つまりトン様は殺人者ではなく被害者だった。ということはトン様は胃袋たけしだったのです。え、まだ見てないもんな誰も。その怪人悪大官からさ、胃袋が見つかったってことは知らないもんな。胃袋が死んでたってことは笑ったけど。静粛に。では、この写真に写ってる殿様も被害者の胃袋たけしが中に入っていたというのですか。そういうことになります。胃袋たけしは午前中アクションシーンの打ち合わせをしていた。だから当然煮干しさんが足を怪我したことを知っています。しかし、あ、代わりにやってあげようと思ったのかな。湯川さんは第一スタジオに行ったはずでは。みんなそう思っていました。しかし警備員のおばちゃんはこう証言していた。何？おばちゃん、午後1時に説明書に入ったわけよ。湯川ちゃん、ああ見てないよ。おばちゃんが説明書に戻る前にもうスタジオ行ったみたいだね。胃袋たけしは昼食後スタッフエリアを去った。しかし彼が第一スタジオに行ったのは誰も見ていない。あ、寝てるシーンだ。彼は煮干しさんが楽屋で昼寝するのを待った。そして楽屋に忍び込み着ぐるみを盗んだのです。まあでも確かにこれだけだとあんまりね、なんでそんなことすんのってなっちゃうよな。しかし一体なぜ被害者はそんなことを。それは分かりませんけど。そうか。ん？俺、トン様の動きがいつもと違うと思ったんだけど、中に入ってる人違ったのか。おじさん！なんだい？実は俺、1枚だけ消してないデータがあるんだ。え？それも、もう半端じゃない証拠でしょ。データ？写真だよ、デジカメの。なんだって。見せるんだ。そんな怖い顔すんなよな。早くする。怖っ、大人怖っ。あ、第二スタジオトン様んだ。これだけ見たのではトン様の中に誰が入っていたのかな。
ちょっと判断ができませんね。証人、残念ですがこれは証拠にはなりそうもありません。お返ししておきましょう。でもさ、第二スタジオってヒントじゃない？だって第二スタジオって言ったらあれでしょ、スタッフルームがあったとこでしょ。だって待って、ナロデ君。なんですか？写真をもう一度よく見て。その写真はこの事件の全てを物語る最強の証拠品よ。今日ちょっと声調子悪いかもしれない。さあ裁判長、その写真もう一度見せてください。ああ、構いませんが。なるべく裁判長に教えてあげなさい。この写真がはらんでる決定的な矛盾点を。今日できてるかな。この写真で矛盾しているポイントを示そう。お、新しいもの始まったな。え、2番じゃないの？殿様のスピア持ってることとかある？いや2番でしょこれは。2番。ここじゃないでしょうか。いつにもまして自信がなさそうな口。あ、ちょっと待って。あ、唇ですね。まあ自信ありませんから。考え直した方がいいようですね。そうします。はぁ、2番が怪しいじゃん普通に。なんで？え？ 2 番が一番怪しくない？第2スタジオです。なんか何も見れねえな。スピアじゃないでしょ、だって別に。トン様が犯人だって言われてるもんな。これ？あ、そっちかい。もうこれ扉でもいいじゃん別に。扉の2でもいいじゃん別に。裁判長、ここを見てください。門柱でよかったっけ？門柱ですか？門重要なのは門柱に書かれている数字です。数字、これは2ですか？はっきりしませんが。はっきりしているのは1ではないということです。ああ、どうやら分かったようだね、三剣健治。そんなバカな。何ですか？私にも分かるように説明してください。上面図で説明しましょう。死体はここ第一スタジオで発見されました。しかし事件の時に撮影された写真の門柱には1とは書かれていない。裁判長、事件は本当はここで起こったのです。裁判長に本当そこまでそんな新機能やらんでもいいよ別に。そんな簡単なこと聞かんでもいいよ別に。言えよ、なるほど普通に。ここです、第二スタジオ。なるほど、門柱に2とありますからな。この第二スタジオには重要なポイントがあります。え、どれも大事じゃないでも割と。まあでもコテージがあるって広がんないもんな。まあ、これでしょ普通に考えたら。いや、でもどれも大事じゃない？あ、一番なんか今回の事件と関係ありそうなこれだよな。コテージに通じる道は塞がっていました。それは聞いています。道が塞がったのは2時15分です。つまり被害者はそれ以前に第2スタジオに行ったんです。そうなりますね。宇佐井監督の証言を思い出していただきたい。彼はこう言った。第一スタジオへは行けなかったからコテージの人間は犯人でないと。しかし事実は逆だったんです。犯人はコテージにいた人間しかありえない。なぜなら犯行は第二スタジオで行われたわけですから。第二スタジオにはコテージがあります。コテージでは事件当日会議が行われていた。そして被害者が死んだ時間に休憩時間に入った。宇佐井監督とプロデューサーの姫神はステーキを食べました。そこはまさに殺人現場だったのです。最初に弁護側は次のように主張します。殺人現場は第2スタジオだった。
そしておばちゃんが見たのは被害者の胃袋たけしだった。胃袋さんは何らかの理由でトントン様の着ぐるみを盗み第二スタジオへ行ったのです。バカげている。胃袋たけしは被害者なのだぞ。トン様の着ぐるみを盗んだのは何のためだ。わざわざ殺害されるためにそんなことをしたというのか。それはそれとも何か証拠でもあるのか。被害者の胃袋うちが着ぐるみを盗んだ証拠だ。いやいやそうっすね。まあでもこれあるじゃない、これ睡眠薬、こうあるんじゃないですか。睡眠薬はあります、あります。なんだと。あるんですか証拠が。そんなに驚かれると自信がなくなるな。多分間違いないとは思うんだけど。ゆくろさんが父様の着ぐるみを盗んだ証拠は。いやもうこれでだってさ、これでなんだっけ、殿様役の人を眠らせたっていう意味で盗んだことになりませんか。ここの竹が足りないだけだったらね、あんまり意味ないから。どうすか。あ、来た。証拠はこれです。薬の小瓶ですか。でもこれさ、胃袋が使ったやつか分かんないもんな。これは煮干しさんたちが昼食を食べたスタッフエリアのテーブルから見つけました。ラベルには睡眠薬と書いてあります。睡眠薬。あの日被告人の煮干しさんは午後はずっと昼寝をしていました。眠らされていたんですよ、胃袋さんによって。待ってください。確かにその瓶は怪しいですが、胃袋さんがそれを使ったかその証拠はありません。裁判長、提案があります。煮干しの血液はちょっと指紋でしょう。煮干しの血液と死体はちょっと時間かかりすぎない。提案ですか、何でしょう。てかさ、これなるほど大丈夫、触ってないお前。もちろんこの瓶の指紋を調べるんですよ。胃袋さんの指紋が見つかるはずです。なるほど、わかりました。瓶を預かりましょう。証拠品空っぽの小瓶を裁判長に渡した。どうすか裁判長。本日の審理はここまでとします。キューダ少年の証言によって事件は全く違った可能性を見せ始めました。警備員が見たトン様は被害者の胃袋をたけしだった。差し入れは第一スタジオではなく第二スタジオだった。そしてコテージにいた人間には観光を行う時間的余裕があった。なるほど君。はい。あなたに与える宿題は次の問題の答えを見つけること。胃袋さんはなぜ着ぐるみを盗まなければならなかったのか。そして誰が彼を殺害したか、その動機は。明日までにその答えを見つけてください。宿題多くない？ねえ宿題多く、あそうやね、宿題多いよな絶対。まるでゲームの主人公のようなさ。まるでゲームの主人公かっていうぐらいね、すごいなんか宿題与えられてるよな。ミスリー検事、あなたの方は煮干しさんに対する容疑をもう一度初めから洗い直すように。心得た。この審理は最終日の明日まで持ち越すことにします。あ、やっぱあれだな、第二章以降ちょっと伸びたな。またその裁判と探偵パートがさ、いやほんと危なかったな。まさに危機一髪といったところだったわね。途中でもう帰っちゃおうかなって3回ぐらい思いました。あ、僕もです。そうだったんですか。お二人とも自信たっぷりに見えましたけど。とんでもない、振りですよ振り。もう煮干しさん五輪中って3回ぐらい思っちゃいました。私も。ちょっと待って、ブレる。
ひどい。さすがにそれは冗談ですから。そうなんですか。僕は別に冗談を言ったつもりはないぞ。じゃあ、煮干しさん。僕たちはこれから最後の調査に行きますから。明日の法廷では必ず真犯人を突き止めてみせますよ。あ、はい、恐縮です。いやー、どうなんだろうな。なんかすごい、でもなんか、長引くね。なんかこう、章を重ねるごとにこのなんか、入り組んでいくというかさ、その、なんていうの?パートが。あとまあ新しいそのさ写真の怪しい箇所を指摘するとかいうさ新しいのも出てきたしさ。てか真由ちゃんはいつ帰ってくんの？うん、今日は危なかったですね千尋さん。うん、そうだ、私も見たかったな。来たね、噂をすれば。ま、真由ちゃん違う、真由真由が真由ちゃんつってんだけど。ま、真由ちゃんねえねえ、結局どうなったの？なんとなく犯人の目星はついてきたよ。あとは証拠と動機かな。すごいな。序盤法、助審法廷のシステムでは明日が最終日だからね。助審法廷？聞いたことない。2、3年前から始まった法廷のシステム。要するに犯罪の件数が多いからささっと片付けようっていう制度。そのせいだと裁判って3日で終わっちゃう。まあ、とりあえずはね。そういうことだから早速行こうか。ちょっと話そうか。お前なんで胃袋さん殿様の着ぐるみなんて盗んだのかな。え、あれって胃袋さんが入ってた？記憶もないんだな。そうなんだよ。でも胃袋さんって被害者でしょ。なんでわざわざそんなこと？その答えをこれから見つけるんだよ。監督たちの証言はどうなったの？監督やプロデューサーたちがコテージにいたことは間違いない。そうなんだ。でもだからこそ犯人は彼らしかいないんだ。え、どうして？殺人現場は実はコテージにある第二スタジオだったんだよ。ここまで驚かれるとなんかやりにくいな。なんか気づいたことない？私、お姉ちゃんを呼び出しているときは意識がないよ。気づきたくても気づきようがないんだ。ごめんね。ちょっとニボサブさんの話でも聞きに行ってみようか。ニボサブさんか。そうだな、確かに行こうか。いいヒントくれたね。なるほど、おっさん。今日も生かしてましたね。あ、ありがとうございます。その潤んだ瞳はやめてください。なるほど。生かしてたんだ。その失礼なニヤケズラもやめてほしいな。面白いけどな、むしろ。ニボサブさん、とにかく残すは明日一日だけです。頑張りましょうね。はあ。と言って僕に何ができるというわけでもないんですけど。ああ、まあ私もそうなんですけどね。ああ、じゃないだろう。姫神さんのこと何か話してもらえますか？あのプロデューサーの方ですか？あの人は業界で天才と言われている人です。天才？エイトに来てからもう5年ぐらい経ちますけど、今じゃあの人には誰も頭が上がりません。どうしてですか？あの人はここへ来てから立て続けにヒット作を作って、当時潰れかけていたエイトを見事よみがえらせたのです。それに何ですか？いえ、何でもないです。僕も噂しか知らないんで。それを聞かせろよ、お前。共有しよ、共有。宇宰監督ってどんな人ですか？あの人はこれまでマイナーなビデオ作品ばかり作ってたんです。それをあの姫神プロデューサーが目に留めて、父様の話を持って行ったんです。おかげで宇宰監督は今じゃ有名人です。監督、プロデューサーには頭が上がらないみたいですよ。彼女の言うことなら何でもはいはい聞いてます。それじゃん。それじゃんって、もうそれさ、まあまあ監督が殺す、違う、プロデューサーが殺す動機もわかんないけどさ、姫神さんが指示してんじゃん、絶対じゃ。目に浮かぶな。
あの胃袋さんのことなんですけど、昔あの人大スターだったじゃないですか。急に名前を聞かなくなっちゃったんですけど。僕もあの人に憧れてこの世界、あの人急に大きな仕事をしなくなったんですよ。そしてこの映画で小さな作品に出るように。どうしてなんですか。私、武者震いの夏の続編楽しみにしてたんですよ。胃袋さん、スターの座を降りたのが5年くらい前なんですよ。考えてみるとちょうどその頃なんですよね、姫神さんがエイトに来たの。5年前。怪しいね。行こうか。じゃあ、あ、おばちゃん、おばちゃん、今日は静かだね。いつもこうだとこの撮影所も平和なのに。おばちゃん、大丈夫か。なるほどく、ちょっと張り合いがないね。まあまあね、今なら詰め所の羊羹食べても大丈夫かも。食べたらハッと、ハッと押す。あ、よかった、生きてたよ。おばちゃんどうした。おばちゃんなんかちょっとあれだな。あの、姫神プロデューサーのことですけど。エイトのお偉い方はあの女を気に入ってるからね。あの女の思い通りにならないことはないよ。苦々しい口調だ。嫌いなんですか、プロデューサーのこと。あの女のことは話せないよ、撮影所の人から言われたから。めちゃくちゃ怪しいじゃん、姫神めちゃくちゃ怪しいじゃん。うざい監督ですけど。あいつは姫神の言いなりに動くふぬけた男だよ。どうも姫神にいじめられるのが嬉しいみたいだね。なんでいじめられるのが嬉しいんで。あ、ちょっと、なんでいじめられるのが嬉しいんですか。ねえ、なるほどくん、なんで。さあね、胃袋さんのことですけど。だ、巨役もいい加減なことを言ってくれたね。あの大スターの胃袋ちゃんのこちゃんをこともあろうに犯罪者呼ばわりするなんて。おばちゃん許さないよ。本気で怒ってるぞ。いいかい、胃袋ちゃんはね、おばちゃんの目をごまかすために煮干しの着ぐるみを盗むような、そんな卑怯なことは絶対しないんだ。本当ですか、おばちゃん。おばちゃん、ほんとそれ。みんないるんじゃない、これ。事件があった日、胃袋さんとおさまんの着ぐるみを着て、ここから第二スタジオに行ったんだよね。そうだね。でも何のためかな、姫神プロデューサーが監督が呼び出したのかな。確かにな、それはあるね、一理。ちょっと待って、スタッフエリアから行きたいな。ちょっとスタッフエリアから行っていい？あいつら怪しいからさ、先にこっち片付けようや。撮影は今日も中止か。一回ぐらい見てみたかったな。明日の法廷で決着をつけるから、それから見に来ればいいよ。そうだね。睡眠薬の瓶ってここで見つけたんだよね。そうだよ。他にも何かないのかな。うわあ、ダメっす、触っちゃダメっす。なんでブラックアウトすんの。いや、すまんす。もしかしたら驚かせてしまったかもしれないっすな。もしかしなくても驚きました。いやいや、たまには自分もドラマティックに決めてみたいっす。ティックときたか。5本。とにかくちょっとそのテーブルの皿を調べるっす。もしかして睡眠薬の。そうっす、痕跡を調べるっす。睡眠薬の痕跡を調べるってどうするんですか。詳しいことは持ち帰って調べるっすけど、今ここで軽く調べることができるようにと鑑識の先生が試薬をくれたっす。反応があれば薬の色が変わるっす。面白そう。田中さん、早く早く
まあまあそう慌てちゃダメっす。え、見れんの？まさか。お皿に垂らした薬の色はっきりと変わったっすね。どうやらこの皿には、あ、どうやらこの皿には睡眠薬が。そういうことっすね。お、やったぜ。操作の方はどうなってるんですか？実際のところ大騒ぎっす。このまま煮干しを追求するべきだという意見と、容疑者を切り替えるべきだという意見で真っ二つっす。ミトドコさんの意見はどうなんですか？悔しいっすが、自分は煮干し犯人説は違うと思ってるっす。する危険時にはまた申し訳ないことを。そういえば三剣賢治はどうしてます？それがもう大荒れっす。控え室で熱いコーヒーの入った紙コップをひねりつぶしたっす。はあ、もうやけどっす。いい趣味だ。紙コップね。コップ瓶。そういえばあの小瓶どうなりました？あ、睡眠薬の瓶っすか。あんたにはいいニュースっす。瓶から被害者胃袋たけしの指紋が発見されたっす。ということは、どうやら煮干しを眠らせたのは被害者だったみたいっす。やっぱり。あ、だいぶ進んだじゃん。だいぶなんか予想通りになったっていうかさ。あ、じゃあ移動調べられんかな。あ、ないかな。変わんねえな、見事に。まあ、毎回同じ顔してんだよな、こいつら。あ、たとえ修理してあっても、また迷いちゃんがぶっ壊すけどね。スタッフの子が泣くぞ。あ、でも証拠品満杯だな。じゃあ見つかんねえか、特に。前のこらへんなんかゴミ。ないか。どうしようかな、じゃあ。楽屋行って終わるか。楽屋っててか、もう楽屋移動して切るわ。はい。ちょっと怪しいけど、ここで終わるわ。じゃあ、あたした。